はい、どうも、虎吉の無課金覇王ロード阪神純正編です。今日でログインが、1866日目ですね。はい、現在2024年7月26日の、15時28分なんですけども、今回まずのお知らせの方をね、ご覧いただきたいなと思うんですけども、タイムスリップ第4弾来ましたね。はい、第4弾阪神は久保田さん、久保田コーチ来ましたね。はい、あとでね、まあ、能力の方を見たいんですけどね、ぜひ欲しい選手ですね。はい、でですね、こちらですね。はい、イベントがですね、プロスピヒーローズということで、まあ1回だけあったんですけどね、はい、こちらですね。はい、1回やりまして、そうですね、報酬の方で、A ランクのランダムのタイムスリップが2枚と A ランク選択がタイムスリップね、2枚ありますんでね。まあ、久保田さん、一応僕極みでね、以前のやつ持ってますんでね。はい、まあ、称号用にもなりますしね。はい、これは大変ありがたいなと思ってますね。はい、で120勝のところで、ここですね、Sランクタイムスリップ契約書。まあ、ここでね、久保田さん出てくれるのが一番いいんですけどね。もし出なければ、まあ、ランキングも一応走ろうかなとは思ってます。はい、まあ、欲しい選手ですんでね。はい、まあ、もしランキング走るとなれば、この3枚のところですね。はい、これを目指して、走ることになるかもしれませんね。まあ、ヒーローズということなんでね、まあ、結構育成も上がっておりますんでね、まあ、走ることになるかなとは思うんですけど、ね、まあ、もちろん累計、出てからね、確認してからになるんですけどね。はい、まあ、今のところちょっと走ろうかなとは思ってます。はい、でその久保田さんのね、能力なんですけども、こちらの方で見ますね、選手名鑑で。はい、ここですね。はい、適正が中継ぎです。球威81、制球77、スタミナ70ということで、まあ非常に強い選手ですんでね。はい、まあ一応球威、制球、 A の同値も称号によっては狙えるという感じですね。はい、僕一応ね、もう2回 OB とタイムスリップですね、この OB とタイムスリップ、取りまして、でまあこの侍の時はね、取ってないんですけども、一応ね、 A ランクもね、侍のやつが1枚さっき確かめたらありましたんでね、まあ、今回のイルダ3枚もらえますし、まあ、称号もつけれるということで、まあ強い選手ですし、まあ、ぜひ、欲しいなとは思ってますね。はい、まあ、球種の方はこういう感じですね。ストレート、高速スライダー、縦カット、これ全て B 以上ですからね。はい、いいですね。先発にも D 適正があって、中継ぎ抑えが S 適正ということでね、まあ、あの使い勝手も非常にいい選手なんでね、はい、ぜひ欲しいなと思ってます。はい、まあそうですね、JFK の一角の一人ですんでね、はい、ぜひ欲しいなと思いますけどもね、まだそうですね、とりあえずは累計まで行って、そこからまたあの走るかどうかちょっと考えようかなと思いますけど、まあ一応走ろうかなと思ってますけどね。はい、まあプロスピヒーローズ、まあ、1週間のイベントですね。とりあえずはまあ1000回復で行って、こちらのガチャはまあせずに、まあ A ランク以上確定、まあもしかしたらね、僕ね、自チーム確定やるかもしれないですね。250エナジーの方をね、あっちやって走るんであればそっちやろうかなと思ってます。ちょっと A ランクでね、欲しい選手、まあ桐敷選手とかね、石井選手とかいますんでね、まあそちらの方がいいかもしれへんなと今ちょっとなんとなく思ってるんですけどね、まだちょっとあの考え中ではあるんですけどね。はい、まあプロスピヒーローズ、B ランクもね、ドリームキャラバンでいっぱいもらいましたんでね、そちらの方もいっぱい使えるということでね。はい、まあランキングもし走るんであれば、そちらの方も駆使していきたいなと思ってるんですけどね。はい、まあ今回タイムスリップ第4弾、久保田さんということで、ぜひ欲しい選手ですね。はい、はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード阪神純正編でした。